横ずんでます姿を見てお客様が集まってきてますね。これは調子がいい。2番煎じという形になりますが、お客様の心をしっかりと掴んだようです。おっと見てください。はいはい。すごい勢いで横綱なくなっていきますよ。本当だ。水を得た魚とはよく言ったものですね。ただローストビーフも黙ってはいませんよ。最高級である A5 ランクの意地を見せています。まだまだ全然勝負分かりませんね。白熱した戦いです。さあもう勝負も終盤が近づいてきました。お客様もラストスパートとなります。横綱そろそろなくなりそうですね。あと4切れ。ローストビーフはどうだ。ローストビーフはあと9皿。このまま横綱に逃げ切られてしまうのか。タキルと迫っている。あーっとここでトングが落下。ただすぐに立て直し、今最後の2切れがなくなった。いやお見事でした。ここで試合終了です。とっても熱い戦いでした。いきます。はい。温度は何度ぐらいが。165度ですね。から170度ぐらいでカラッとあります。はい、2分30秒ぐらい炊いていきます。2分30秒。はい。もうこれはもう好きじゃない人いないですよねこれそうですね。油で揚がって色つくのと別のそのいっぱい調味料で味が入ってるこの色の濃さがやっぱいいですね。なるほど。はい。はい、一回焼いてみたいと思います。はい。この中身の中の温度を測ってる。そうですね。お客さん相手なのでやっぱ。うーん。もうちょっとあります。はい。一発で行くことはないですかね基本的に。いや、いつもあるんですけど緊張してるの今日はちょっと、はい、そうです。すいません。魚焼くの初めてこのシリーズ。おー、違うのやっていかないと視聴者さん飽きちゃうんで。すごい視聴者のことで考えてくれるじゃないですか。あれはじゃないですか。塩ですね。よし。さあさあ間に合うのでしょうか。サンフラワーダイアリーで初めてを作る男、はい、田中さん。さあ今回は、はい、しっかり中の温度がね。あ、これ唐揚げの時も。あ、タロンさんしてましたね。タロンさん対抗してる。そうですね。通常温度でしょこれは。もう明日からは使わないんです。オーブンで焼くんで魚を。使ってみたってことですね。やっぱ撮影とかだと格好つけなきゃいけないんで。4、6、8、うん、1枚足んなかったっすね。王子港町というところで降りてもらったら、そんな、はい、こっちになります。そうなんですね。あっちのバス停の方がバスの本数が多いので、あ、本当に先に、はい、あのバス停でちょっと時間見て、はい、それでそこから30分ぐらい。そうですね、はい、気をつけて。はい、お気をつけて。ありがとうございます。結構いろいろ動きます。そうですね。今日のお部屋番号ですね、はい、船の中の案内して鍵をお受け取りください。はい、お待たせいたしました。400110。はい、ありがとうございます。お日にち自体が昨日で入ってました。はい、なので今日に、はい、変更させていただきます。お待ちください。先ほどもお渡ししてるようなんですが、はい、このぐらいの大きさの、みんな住所も書いた。はい、でそれの代わりにお渡ししてると思いますが、はい、
こういう紙もらってないですか？もらってない。今日天気もいいんで、はい、ちょっと砂風呂入っていきません？あ、行きたいです。砂湯行きたい。ね、多分いい汗かくと思いますよ。確かに。はい、ちょっとポカポカしてきました。そうですね。はいはい、ちょっと楽しみで、ね、行きましょう。行きましょう行きましょう。はい。機関長、これですか？あ、これです。これ。はい。ガス廃品砂湯。はい。じゃあ行きましょうか。はい。はい、じゃあ行きましょう。結構ね、なんか人も多かったんで、はい、あれ？あれ？あれ、機関長？あれ？今日、休み？休み？機関長、見てください。定休日、毎月第4水曜日。今日は何曜日ですか？第4水曜日。あっちゃ、裏は営業中って書いてるんですけど。いや、それはそうでしょ。裏はそうでしょ。こっちですか。こっち。じゃあちょっとどうします？帰りましょうか。帰ります。はい。